タクシーなんか捕まらんで、これ心配だから送ってあげて。ツナ待ってろよ、カフェ方タクシー捕まえてやるから、ここにいろ。ツナ雨宿りしといて。なんで来るの？いやもうちょっと無理だわ。オーブンやまない？ダメだ、うどんこ。ダメだわ。うどんこ。すいません、やってます？雪が降りながら大丈夫ですか？雪が降りながら大丈夫ですか？中は大丈夫ですか？中はもう終わりです。中は終わり？どうしよう。寒い？
どうしよう。うん、高いよ、ここ。寿司行く？いや、寿司食いたい？ここダメなの。ここ中ダメですよね。中ダメですよね。帰れるならいいけど。いいよ。帰りたいんでしょ。何？だから送り届けたいの。そうしないと好感度が下がるから。別に自分でカーファーして帰るなら帰ってもいいで。ちょっと心配は心配だよね。心配はこんなベタベタじゃん。どうすんの今日。風呂入らなあかんで。いや、いいよ。どうしよう。探すか。うどんダメなんすよね。ここうどんうまいんだけどね。どっかある？あったかいもん食った方がいいんじゃないっすな。うん。そんな捕まって。温かいもん食べて。ラーメンだな、やっぱ、右足くじいてるから。右足くじいてる？大丈夫か？やばい。ラーメン。大丈夫？大丈夫？財布出してつな、あ、財布あるわ。寒い？あ、びしょびしょだこれ。やばくない？これやば、もうやだ。すごいね、外。タオル？今日ないよ。ないぞ。覚えてくれるの？ああ、うん、やっぱみんな。これがおすすめだけど、あのこれがこれにする？それにする。うん、あ、何？卵いらない。卵じゃあちょうだい。ご飯食べる？いらない。いらない。うん、待ってるよ、外で。ああ、お釣り、よし。そのお釣りだけ教えてもらって。
メンドリオンのメモリ注文盛りがされます。注盛り注文した、うん、注盛りで辛いのはあ、辛いのはいらないです、うん、チュナーは辛普通、うん、ちょちょだよこれ。ああ。何してんの。何しとんの。新宿で働きたいと思わない。新宿で働きたい。ああ、そう言ってたね。なんかめっちゃ、お酒が怖いのと、めっちゃ、疲れ使っちゃいそう。絶対向いてない。向いてない。多分仕事行かなくなってるみたい。ありがとうございます。ごちそうさまです。マジかよ。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございます。あら。何しに行った？家の上じゃない。外雨が絶対ついてる雨がすごいやめて荒けてくるからなんで？なんか花火あれなんす。あ、ユニシャンです。
いつもと違う感じだった。なるほどね。それも理解なと思うし、なんか裏の話とかも全部聞くから詳しくなっちゃって。なんでそこまで濡れる？俺濡れてないけどね。ビチョビチョだよ。なんかただの初めの聞いたイケメンだけだったら綺麗なの。みんなどこ行ったのって言って、不安がって言ったら、そんな別にホストに使ってる、読んでる人いた、行動が読める人が、そうでしょ。あっちいる時はあっちだよ。なんか一回10万とか抑えてたよ。それですら怒られちゃうから、使わなくなっちゃう。ちょっと背中かい、背中かいてくる、真ん中らへん。真ん中。真ん中。左。強く。強く。左が、もっと左。こっそり入れても。あそこそこ、強く。強く。うん、皮が切れるぐらい。うわ、気持ちいい。ありがとう。ありがとう。そこだよ。のりでっか。のりでっか。顔見えないな、これ。これいいの？あるから。顔見えないじゃん、これ。こいつ卵は食べられない。顔見えなくない？これ。顔見えない。どうするの？でっか。すごい美味しい。煮干しラーメンね。何も入れない。これはいつも食わない、あげる。チャーシューもうまいんだ、うまそうでしょ。でね、これね、こういうのがあるの、リスナーさん、ワンタンみたいなね、これがついてるんですよ。どう、ワンタンみたいな。で、麺は太麺だね。で、すごいちゃんと見せていく。煮干し和風ラーメン、うん、見せてるやん。で、ピンクがね、これうまいでしょ。チャーシューがうまいんですよ。あの、うん、俺の好きなこの燻製かな、燻製のこれ好きな、ロースと ロースされてるっていう、これがねうまいんですよね、好きなんで。あっちどう思ってるか分からない。なんか忙
しいって言われた、車で。で家止めてあげるし、それは、見せないでくれてありがとう。何？見せないでくれてありがとう。なんかでも差別ですよね。何で遅れなの？遠いから会わないから、いいか分かんなくなるから会わない。こっちもそうですけど、あっちもそうだ。だからなんかメリットないって思われたのに、なかなか最近遅かったりするって。まあ、まあ、うん。温まった？温まった。うん。すごい。だけどさ、もう。難しい。知らないわ。なんかあれじゃないですか。難しいね。あんましないから。ゆっくり楽しい。だからそうですよ。楽しみな。楽しみとかあんまいないから。いつもなんか、クリアの言うことが全部通る。それとか、いい子すぎて全部聞いてくれる。何でもやってくれる。尽くしてくれるのが多かったから。逆に、面白い。まあでもそうなるよね。そうなんですよ。いつもと違う感じが。なんか多分いい人ばっかりだったから、なんか、簡単に。
だからキャバ嬢も結構多いけど、モテる女ってキャバ嬢だって疲れるじゃん。日常的な男とか、モテる女って別にそうなんだ。絶対疲れるじゃん。追いかけたくない。言われる違う。バンバンって言われてる。そうするの好きてるからね。マグナス、マグナスの。会った時はめっちゃ本当にでも会ってないとか普通の性格があるから、なんかお互い駆け引きみたいになるから結構真面目な人だからね。そうなんですよ。でも面倒くさいから逆にグイグイでいいかなって、うん、男って逃げたくなります。会ってる時のグイグイがいいです。職場とかのグイグイじゃなかったです。たまにはそういうのしてる。安心してる。安心してる。てか、もう、そいつは、あそこ男だから、もうそれを分かった上で付き合った方がいい。結局、私のところに戻ってくる、来ればいいやぐらいのスタンスで行くのが、キキキリみたいな。やめてやめて。なんかそういうスタンスなんですよ。私のとこに戻ってくるし、ヤクザの女みたいな。そうそうそう、男キモいやつだって。そうそうそう、男ってそういう女好きだから、うん、なんかご飯ですよ、ほんさやつみたいな。なんかご飯ですよの素でも出てくる。もうすごい、全部食べ、え、すごい離れられなくなってたよ。え、そうなんです、めっちゃあるから今だったら、今だったらお互い別に言われると桃やん、うん、まだゲームは私、ちょっともったいないです今までのゲームと違うゲーム楽しくなっていろいろ、なんか失うものも何した今？今何した？ゲーム攻略した時が嬉しいです。あ、表示で隠れてるわ。隠したの？ブロックしたらしい。まあ顔いけますしな。すごいですよ。だからブロックするんだね。攻略してもいいかなって思って。まだ降ってるわ。どうしよう、言っとけない？ん？何？言っとけないよ、そのこと。うん、おかけやすい。優しい。なんで？妹だから。まあ流儀かな。なるほど。そんなじゃなくてもしてる、誰にでも。俺はそういう男だよ、うん、4時に罪作りだね。ん？好きになっちゃう。何？好きになっちゃう。服も何やってんの？ NG ワード解除するだけ。服はなんかお腹すごいっすよ。ないっしょ、 NG ワード。そういう方が頑張れる。てか2も空いてるんですか？お腹出てるんですよ。なんか本当に通うんですよ。お腹空いてるんですよ。空いてないよ。でもやんだ。やんではないけど弱まった。薬もない。飲むか水。大丈夫。ありがとう。全然全部。何やんだくらい？弱くなった。弱くなった。弱くなった。嬉しい。これバッテリーね。あ、レイちゃんありがとう。ん？普通の花火も？
あ、まーちゃんナイス。あ、すごい。うん、れいちゃんね。初めて行くわ。まあ、れいちゃんは攻めた配信好きだから、リスナーに逆らう配信が好きだから、反対されても絡んでるからそういう配信を見るの好きなんだ。へー、いい人じゃない。ん、れいちゃん、いやどうだろうね。どうなのかな。俺が叩かれると喜ぶ。俺が囲われるとあんまり。いろんな人いるから。口癖。え、どうしよう。そうなん。いや、多分。いろんなリスナーさんいるから。え、どこ絞ったらいいんですか。絞るって言うのか、絞るもそうだけど。絞るのは。囲われすぎても。普通に女性としてやった方がいいのは。ほどよく囲われ、ほどよくアンチがいるのが一番リスナー増える。それが俺だから。山田と最近すごいけど、山田、いやダメだね。そんな簡単に。コフ。コフ。ありがとうございます。傘は？これだな。ごちそうさまでした。はい、もうタクシー拾えるな。ここにいたら来るんじゃない。ああ多分拾えるで。ああ今日からリスナーに。ありがとうございます。花火、あーちゃん仲良くしてね。ありがとう。あ、いた。ダメなの。水夏結構マジでやばいかな。来たやん。捕まられた。捕られたか。そこの中で待ってな。え？どうした？乗ってるよ。あっちにいないとすぐ捕まえられるから、あっちの方行く。すぐ捕まえられる。え？ケツは大丈夫やろ。ケツは濡れてないやろ。こんなもんで精細。こんなもんで。良いっていうのも。大丈夫。